皆さんこんにちは。江別市手話通訳菅原です。2回目の今日は地名の手話を覚えましょう。北海道、北海道、江別、江別、のっぽろ、のっぽろ、大朝、大朝、江北、江北、豊幌、豊幌、札幌、札幌、市民会館、市民会館、市立病院、市立病院、市役所、市役所、公民館、公民館、福祉センター、福祉センター、